世界に羽ばたく抗菌寿司カバー、センド君。30年ほど前までは珍しくなかった寿司カバー。しかし当時の寿司カバーは問題が多く廃れていった。手垢などの汚れがつきやすい。汚れで中が見えにくい。匂いがこもりやすい。その様子を見て、くら寿司社長田中邦彦は、寿司カバーをさらに進化させる必要がある。そして優秀な社員を集結させ、新型寿司カバーの開発に着手。チームは豊富な知識と経験でアイディアを出していった。手垢がつかなくなる方法はないかな。ずっと頭を悩ませているんだ。つかなくではなく、カバーに触らず取れればいいんじゃ。それから何度も試作を繰り返し、試行錯誤の日々が続いた。そして1年半後、できたぞ。新たな寿司カバー、センド君だ。これはね、カバーに触れずに開くんだ。すごいぞ。これならこれだけの問題が解決できる。手垢などの汚れがつきやすい。汚れで中が見えない。カバーに触れずに皿が取れる。匂いがこもりやすい。わずかに開いている穴が密閉せず空気がこもらない。これなら風邪などのウイルスからもガードできる。より安全なお寿司を提供できるぞ。センド君のアイディアは鳥を捕まえる仕掛けからひらめいたんだ。なるほど。くら寿司のレーンの流れるスピードは分速約6メートル。長年の経験とデータをもとに緻密に計算された、流れてきたお寿司を焦らずに取ることのできるベストなスピード。そしてそのレーンを流れるお寿司のシャリが美味しいと言われる人肌の温度をカバーによって保つことができるんだ。よくやってくれた。みんなありがとう。この寿司カバーはいつか日本の回転寿司の常識、いや世界基準グローバルスタンダードとなるだろう。よし、早速全店に導入しましょう。お客様の安心安全のために。はあ。2011年、寿司カバーセンド君全店導入。こうして寿司カバーセンド君は全国のくら寿司に導入された。そして2020年、くら寿司の寿司カバーは SIAA マークを取得し、より安全安心な抗菌寿司カバーセンド君として新たに生まれ変わった。今や抗菌寿司カバーセンド君は日本を飛び出し、アメリカ、台湾と世界で活躍しているぞ。今世界の回転寿司では寿司カバーが常識。アメリカ、中国などの海外では寿司カバーがないと営業すらできないのです。くら寿司では独自の抗菌寿司カバーを導入して10年。お店で安心して回転寿司を楽しんでいただくためには寿司カバーは必要と考えます。世界基準の安心がくら寿司に。そこには見えないところを大切にという独自の考えと、何より食の安心安全のために、くら寿司はこれからもその思いを持って全世界に向けて挑戦していきます。終わり。くら寿司。